その程度の小細工がこの私に通じると思うのですか。何？私は手札からトラップカード女帝の冠を発動。このカードは相手フィールドにシンクロモンスターが召喚されたとき手札から発動でき、相手のシンクロモンスター1体につき2枚カードをドローする。シンクロモンスターを召喚したことでさらに己の首を絞める結果になりましたね。あなたの可能性など全て消し去ってあげましょう。私は永続トラップ無限界暗速の効果により手札のレベル10以上のモンスターを特殊召喚する。見るがいい、次回神の無限の力を。何？現れ次回神未知よ。次回神ハイロン、次回神ラピオン、次回神ガブリオン、そして次回神三大王。バカな、一気に5体の次回神を召喚だと。あなたが何をやってもこの町は救えない。不動優勢、その身をもって思い知るがいい。